精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は、疲労した体を休めるため自宅に戻った。三日休んで三日特訓、そんでもってまた三日休む。そして武道大会だ。ねえお父さん、本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてけれ。ん？父。悟空さん、修行さ終わったんだろ？だったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど、ま、いっか。なら決まりだな。せっかく悟空さんが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて家族3人で湖畔にでもドライブに行くだよ。そっすか。なんか準備はいるか？持ってくお弁当作りてえから、肉と魚をいっぺい取ってきてほしいだ。肉と魚だな、任しとけ。どんくらい必要なんだ？そうだな、欲しいのは欲しいのはこれで全部だ。よろしく頼むだよ。父、弁当の材料こんなとこでいいか？もう持ってきてくれただか。さすが悟空さだ。父の弁当楽しみだな。腕によりをかけて料理するからちょっと待っててけろ。よし、お弁当も詰め終わっただ。うひゃー、いい匂いがすっぞ。せっかくだし新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発してだな。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか？そういうもんだ。悟空さ、初めて会った日に二人で均等運に乗ったことを覚えてるだか？もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行った時のことだろ？なんだ、あの時オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。あ、そうだったんか？んだ、今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまで、オラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。お父さんが心臓病で倒れている間、本当に心配そうだったもんな。そうだ、せっかくだからしばらく二人きりにしてあげよっと。あの、僕ちょっと用事を思い出したから、二人は先に行ってて。僕もすぐ追いつくから。え？ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ。目的地は分かってるし、車より武空術の方が早いから、しばらく二人でドライブしててよ。そうけ？それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。わかった。それじゃご飯、後でな。ご飯のやつなかなか来ないと思ったらブルマン家に行ってたんか。んだ、
今泊まってくるって連絡あっただよ。ブルマさんちはお金持ちだからな、きっとすごくおいしいもん食べさせてもらってるだよ。悟空さん、羨ましいんでねえべか。羨ましいっちゃ羨ましいけど、オラには父の飯があっからな。やっぱオラ父の飯が一番うめえと思うぞ。そうだか。お世辞でもそうまっすぐ言われるとて照れてしまうだよ。ご飯が家に帰りしばらく経った頃、臨時ニュースをお伝えします。セルと名乗る怪物を倒すべく出動した王立防衛軍はセルの反撃を受け壊滅いたしました。繰り返し。そんな、なんで無駄に命を。ちくしょーく。父、オラピッコロに用事ができた。ちょっと行ってくる。悟空さん、行っちまっただ。ピッコロに用事ってなんだべ。さあ。よ。孫か。一体どうした。ピッコロ、おめえってまた神様と合体する命みてえに二人に戻れねえのか。何？ほれ、神様とピッコロが合体したからドラゴンボールが消えちまっただろ。なんとかドラゴンボールを復活させて、セルに殺されたたくさんの人間を生き返らせてんだ。残念ながらそいつは無理だ。もう二度と二人には戻れん。そうでなければ神との合体をあれほどためらいはしなかった。そうか、やっぱダメか。あ、それじゃあさ、生き残ったナメック星人を地球に誘ってみるっていうのはどうかな。もしずっと地球にいてくれてもいいってことになればさ、神様も復活、そんでドラゴンボールも復活だな。おお、ほら、これからちょっと行ってくる。悟空は海王様の助けを借り、新たにナメック星人たちが移住した星の場所を探し当てた。新たなナメック星へ瞬間移動した悟空を待っていたのは、自分たちを救った英雄として歓迎するナメック星人たち。悟空は地球の事情を話し、新しい神様になってくれるナメック星人はいないか最長老ムーリに尋ねた。ムーリはそれなら適任の者がいると悟空に紹介する。その者とは、でんで。お久しぶりです、ピッコロさん。ちょっと待っててくれ。すぐにクリリンとご飯を連れてくっからな。こいつが新しい地球の神様だ。本当にデンデなのか。久しぶりだな。なあおい、信じられるか、こいつがご飯なんだぜ。クリリンさん、ご飯さん、お久しぶりです。ねえ、神様になってくれるって本当なの？はい、こんな形で皆さんにまた会えて嬉しいです。デンデ、本当にお前がドラゴンボールを使えるのか。新しく作ろうとしたら100日ぐらいかかるんですが、でも地球で使っていたものを使えばすぐにでも復活できますよ。いいぞ、じゃあバッチリじゃねえか。それで叶えられる願いはナメック星と同じ3つなのか。はい。ではあの時のように一つの願いでたくさんのものが生き返ったりすることはできんのか。そういう
うのはなんとか最初の調整でやれないことはないんですが、叶えられる願いが二つになってしまいますよ。え？それだけのことでいいの？それでいい。そうできるようにしてくれ。ではすぐに取り掛かりましょう。これでドラゴンボールは復活したと思います。わ、もう？見事だ。こいつは確かに優秀な力を持っているようだ。よし、じゃあオーラがドラゴンボール集めてくる。ごはん、おめえもう特訓はいいから、セルゲームまでここでデンデと遊んでやれ。え、でも。いいからいいから、心配すんなって。じゃあな。ちゃんと復活できたようですね。あ、サンキューデンデ。それぞれの思惑を胸に時は過ぎていき、地球は運命の5月26日を迎えた。よし、行ってくっか。気ぃつけるだぞ悟空さん、死なねえでけれ。おう、分かってさ。ごはんちゃんは戦わねえんだろ。そう約束してけれ、ごはんちゃん戦わせねえって。じゃあ行ってくる。あっ、戦うかもしれねえんだごはんちゃんも。おっす。来たか。いよいよだな。あれ、ベジータは精神と時の部屋で修行やってたんだよな。やつなら一足先に行った。そうか、張り切ってんな。ああ、そうだな。なんだよみんな、何沈んでんだ。悟空、まずいことになっちまったんだ。ドラゴンボールを一つの願いでたくさんの人が生き返れるようにしてもらっただろ。そうすると前みたいに一回死んだものはもう生き返れないんだってよ。すみません、最初に言っておけば。なんだ、気にすんなよデンデ。俺たちは死ななきゃいいんだからさ。死ななきゃって、相手はあのセルなんだぞ。いいから早く行こうぜ、12時過ぎちまうぞ。悟空、お前なんでそんなに余裕なんだよ。ほらほら、置いてっちまうぞ。あの、クリリンさんも一緒に行きますか。ああ。地球の運命を左右するセルゲームまであと20分余り。セルは身じろぎもせずリングの中央に立っております。人類を滅ぼすという悪逆非道な宣言を行ったセルに対し、ただ一人立ち上がってくれた我らの英雄にして希望格闘技世界チャンピオン、ミスターサタンは。おお、ミスターサタンがやってきました。聞けいセルタやら、俺にはとっくにバレてるんだぞ。都や軍隊を破壊したのは爆弾を使ったトリックだろう。だがそんな手はこの俺には通用しないんだ。なんだあのゴミは。ベジータめ、やはり証拠りもなくやってきたか。こいつは驚いた。まだ存在していたとは。しかも破壊したところが治っ
って意味じゃないか。あ、あいつら空を飛んできたような気が。トリックだな。やっと来たようだな、孫悟空。待っていたぞ。集った最強戦士たち、セルゲームの幕開け。お揃いでようこそ。全員空を飛んできましたよね。流行っているようだな、あのトリック。16号、お前治ったんだな。礼を言いたかった。ありがとう、クリリン。そしてご飯。よかったですね、16号さん。お手げ、頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。そのことを忘れるな、孫悟空。暗いやつだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい、さっさと出ろ。当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ殺されっぞ。いいからあいつの好きにやらせておけよ。殺されたってあいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。はあ、ズリャーズ、ウリャッドハ。うるさい。リング外に落ちてしまった。サタン選手、負けてしまいました。さあ早くセルゲームを始めるぞ。ミスターサタン、なんで負けてしまったのですか。ああ、足を踏み外してしまっただけだ。ちょっと休憩したら本気でやってやる。あいつまだレベルの違いに気づいてないのか。バカの世界チャンピオンだ。ドイツからやるんだ。じゃあオラからやらせてもらおうかな。ほう、一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。孫悟空、貴様と戦う方を楽しみにしている。こいつは怖いかな。エンジン度はこのぐらいでいいだろう。そうだな。よっはっよっはっよっ。孫悟空か、さすがに戦い慣れている。おめえもな。戦いはこうやってある程度実力が近くなった。面白くないぞ。素晴らしいパワーだ、孫悟空。余裕みてえだ。これからぼちぼちと力の差を見せて。期待してるぞ。すっごい。戦うのは楽しそうだ。
く。おめえも装備系だけどな。私はアイテムに。オラも。うわっ。やるじゃないか、本当に。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。センズとやらを食うがいい、孫悟空。さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。あいつの言う通り、悟空さんにセンズをあげて全員でかかれば、今のセルなら倒せる。黙ってろトランクス。貴様にはサイヤ人の誇りがないらしいな。そんな勝ち方をするぐらいなら、あいつは死を選んだ方がマシだと思うだろうぜ。しかしこのままではやられるだろうな。確実に頭に来るが認めてやる。俺はあれだけ特訓したが、カカロットを超えられなかった。あの野郎は天才だ。だがセルはそんなカカロットをさらに上回ってやがるんだ。だったらどうしろと言うんですか。あいつが何か作戦でも考えていることを期待するんだな。どうした。私はもっともっと楽しみたいんだ。めった、降参だ。おめえの強さよくわかった。ほら、もうやめとく。な、何？降参？な、何を考えているんだあいつは。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。セルゲームで戦う者がいなくなれば、この地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ。勘違いすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろ。次に戦うやつをオラが指名してもいいか。貴様本当に降参する気か。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければもうおめえに勝てるやつはいねえからだ。だがオラ、さっきおめえと戦ってみて、やっぱそいつならおめえを倒せると思ったんだ。何？だからオラ、全てを任せて降参した。いいだろう。では聞こうか。その存在するはずもないものの名前を。次にセルと戦うやつは、セルに勝てるやつはそいつしかいねえ。気が見せてくんのがわかんな。悟空、まさか俺じゃないよな。ああ悪いな、おめえじゃねえ。ほっとしたような、がっかりしたような。俺じゃないってことくらいわかってるさ。だが本当にお前より強いやつなんかいるのか。ああ、オラはそう思ってる。お前が認めたやつなら誰も文句はないが、正直誰なのか俺にはわからない。オラを信じてくれ、天心派。まさかと思うが、あいつにやらせるつもりじゃないだろうな。さすがピッコロだ。おめえはわかってるみてえだな。正気か。悟空さん、何か作戦があるんですか。だから
これがオラの作戦で切り札だ。悔しいが、俺より貴様の方が今は上だ。だが、それより上がいるということなのか。ああ、ぶったまげるぞ、ベジータ。信じられん。おめえの出番だぞ、ごはん。なに？なんだと？やれるな、ごはん。僕がセルト？無茶を言うな。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ごはんはオラたちの思ってる以上に信じらんねえような力を持ってる。精神と時の部屋の修行で眠っていた力が解放され始めたんだ。本人に聞いてみてやろうか。さっきの父さんとセルとの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか。思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ。セルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。だがおめえには手を抜いてるように感じたんだろ。そうなのか、ごはん。はい。あれ、ごはん、言わない世の中取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ。わかりました、やってみます。僕がセルと戦う。孫悟飯、貴様が相手とはな。あれがご飯か、あのおとなしいご飯か。あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を。そんなバカな。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。なるほど、本当にハッタリではないようだな。まだやるのか、セル。まさかこの私に勝つつもりか。なるほど、少しは本気を出してやる。やっぱり無駄だよ。こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ、たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば、貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか
私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあどうした、痛いだろう、怒れ、嫌だろう、このまま死ぬのは。そう、俺はご飯に加勢するぞ。待てピッコロ、ご飯が怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したご飯に期待するしかねえんだ。孫、貴様は間違っている。ご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ご飯が何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れるな、実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖クリ。う、うん、うわぁ。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。な、何をするつもりだ。何でもするさ、貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。お前たちを巻き込んですまない。俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。けっ、なぜだ、なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、物騒だったんで取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。今度は貴様たちの番だ。なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちを、孫悟空たちを痛めつけてやれ。気をつけろ、恐ろしく強えぞこいつら。
よし、セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。やれ、殺してしまえ。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どう起こったらその力が出せるのかわからないんだ。どうなってるんだ。さすがにこれは やばい。今のうちに引き上げよう。待て。引き上げる前に俺をあの子供のところに持って行ってくれ。頼む。地球のためだ。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。ミスターサタンは人間のチャンピオンなんだ。お前たち化け物どもの戦いには、もう付き合えん。よし、やってやる。ミスターサタン、やめた方がいい。殺されますぞ。やかましい。名前も知らない奴らが戦っているんだ。チャンピオンがこのまま逃げたんじゃ、いい笑いもんだぜ。近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。やっぱしちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。そう。行くぞ。さあ。